ネズミちゃんのために新しいね植物と鉢植えをね買ってきましたよ。葉っぱに乗っておりますよ。さあ7月の24日土曜日深夜3時なんですけどね、さあ今日はねネズミちゃんのために観葉植物をね、買ってきました。見てくださいこのねネズミちゃんが早速ね葉っぱに乗っておりますよ。奥にいる黒い子はタロウですね。タロウはね単純に餌が欲しいから降りてきただけです。寝てましたずっと。今ねちょっとだけね餌やりしようと。皆さんこの鉢植え可愛くないですか。カエルですよこれ。カエルがね赤いエプロンしてクッキング。何作るんだ。コオロギのなんか煮物でも作るのかなこの子。これを今日買ってきましてね、これはねネズミちゃんとね7月17日先週ね亡くなりましたね世界一可愛いアマガエルにちなんでこの鉢植えをですね、世界一可愛い鉢植えと、もうそのネズミさんと世界一可愛いアマガエル送りたいと思います。この椅子は新たなインテリアでね、これ白と黒でちょっと、おしゃれじゃないですか。さあ餌やりしていきますよ。買ったばかりの植木鉢をね、鉢植えをカメラに収めておきたいので、綺麗なうちに収めておきたいというね気持ちがありますよね。汚れちゃうね。ジョジョ、どう食べに来たの。頼むみんなこっちに食べに来てくれ。みんないつもの左側におるわ。なんで今日左側じゃねえんだってつって、ほらほらもう溜まっとる。なんか今日は右なのあんたら。こりゃ右来てくれ。あんたら今日は右よ。おお、チャーさんか。お利口なチャーさんが来たわ。皆さんチャーさんお利口やな。チャーさんほらほらもう大量に持ってきたぞ。チャー食い食い。チャー、チャーさん喧嘩せんでもう一匹おるよ。ほれアホやな。何よそんな。おるやんここに。おお、チャーさん食い食い食い。おくた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 。ちょっとね影で暗くなってましたからね、すいませんね皆さんね。もうちょっとあげようかな。おーおーおお、いいね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 。メロン買ったばっかのねインテリアに乗ってくれるのはポイント高いよ。よしメロンあんたにもあげるわ。おメロンいいねいいね。でもそこは餌あげにか。逃げた。メロンは賢い子だ。おー、トサカも賢い子。賢い賢い賢い。来た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 。おー、メロンも完全な保護色じゃん、これ、皆さん。光当たらんかな。あー、光当たった当たった。メロンとこのなんかクッキングガエル。もとい。世界一可愛い植木鉢。メロンありがとう、お礼に食べて。うじ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 ゃん、タオリコだな。おー。この子一番似合うかもしれない。これ色がもう抜群に合う。太郎はな、黒いでな、今な。皆さん、このね、可愛らしいね、カエルの鉢を見てください。小型の鉢でね、コメントでね、植物を置いてみたらどうですかっていうね、アドバイスくれた方がいてね、カエルやっぱね、よじ登りたい欲求があるんじゃないかということで。さ、ネズミちゃん。あんたのための鉢だよな、これはな。世界一かやまがえるとあんたのために買ってきたんだよね。食べなよ。太郎も奥で拗ねとるんじゃないやろな、あの子。太郎ちょっと暗いとこだけなんか食えるか。あ、太郎が。太郎にも食わしたってネズミさん、ごめんな。太郎もね、昨日食っとらんの。太郎、よしよしよし、食った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 。さあその頃ね、もう椅子に乗りまく、おお利口な子たちが空豆も黒い椅子に乗っとる。賢やな。空豆腹ペコのポイントを押さえとるな。腹ペコが喜ぶポイントを。ういおらららら、あれこのコオロギ弱ってる。食べ食べ、これコオロギだよ。食べなんだ。よし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 。ああ世界一可愛い鉢植えにぴったりくっついとるわこの子。腹ペコの子の今日の撮影したいポイントを押さえとるこの子。メロン、今日は豆太郎のメロンや。あ、もういらん。
どっち今くっそ下出したけど、あおやな、あんたトサカが食ったんじゃないかな今の。まあトサ、おお豆たら分かった分かった。ゴーイングメリー号のなんかちっちゃいメリー号を作ってくれたじゃないですか。お、嘘、うわー、それは豆が食って豆たらぶち切れるぞこれ。お、豆たら温厚だな、よしよし、えらいえらい、怒りを抑えたな。餌を横取りされた。あ、ごめん豆太郎、これラストの一匹なんだわ。あー、トサカが食った。豆太郎すまん、今のラストや。あ、ちょっとちょっと、何が起きとんの。メロン賢い子だな、この子はな。今日買ってきたインテリア全部押さえとる、この子天才アマガエルじゃん、うん、ありがとうメロン。この白と黒の椅子もね、全く用途は不明なんですけど、インテリアとしてね、あのダイソーに売ってました。皆さんもね、この夏休み中、あれ？なんかおった？あれ、メロンなんか食っとる？なんかおったか？おー、いいよいいよ、あんた今日はね、あんた今日も100点。メロン100点や。豆たらは120点、あんた120点だよ、お利口さんだ。ネズミちゃんがね、この葉っぱで隠れてます。あー、これいいね、やっぱり植物。もしかしたら体の色が緑になる子増えるかもしれませんね、このね。さあ、ちょっと今全体を写してみましょうか。今のね、植物の長さ、皆さん覚えておいてください。まだね、水槽を超えてないですよね。あのね、観葉植物僕ね、育てるの結構得意でね、室内でね、育ってる観葉植物は3つで、3年目に、おお、どうした、喧嘩しんどてよ。チャーさんが場所取りでネズミさんにタックルしたのか。チャーさんも実はね、ネズミさんが来る前に葉っぱで寝てたんですよ。葉っぱが好きなのかもしれん。何の話しとったっけ。ああ、そうそう、植物ね、僕 ね、 そのね、育てるの好きでね、庭でも育てたり、室内でこうね、観葉植物も育てて、知識はないんですけどね、豆差があるんでね、あの水をやり忘れることがなくてね、まず枯れないんですよ。寝心地どうや？ええやろ、やっぱ葉っぱはな。庭におった頃は木とか葉っぱに寝とったもんね、この子。さあ、ではね、ネズミちゃんで終わりましょうか。世界一可愛い鉢植えでした。皆さん、ご視聴ありがとうございました。